おつかまちゃんです。いきいき行列のできるフランチャイズ本部のゴリピーです。さあ今回はフランチャイズオーナーの強い味方オペレーションの研修に潜入してみたということでやってまいりましょう。はい、オペレーションというのはですね、各地区の品質管理部というところに所属している技術スタッフでして、まあ、主にオーナーさんが現場で直面する技術的な悩み事を解決したり、時には現場でのサポートなどを行う技術面のプロフェッショナル集団なんですね。品質管理部には大きく分けて SV スーパーバイザーとオペレーション、はい、この2つの役割を持つ人材が配置されています。で、 SV は経営面に特化したアドバイスやサポート、そしてオペレーションは技術面に特化したアドバイスや現場のサポートというのがメインの業務になっています。特にオーナーさんと現場で会うことが多いオペレーションは、本部スタッフの中でもオーナーさんとの距離が一番近いと言っても過言ではない存在なんですね。そんなオペレーションですが、もちろん技術だけを磨いていればいいわけではありません。オーナーさんと近い存在であるということは、オーナーさんに起こりうるあらゆるトラブルや問題、あるいは疑問に対して本質的な部分を知っておく必要があります。経営の部分であったり、まあ、細かいことで言うと、本部とオーナーさんとが結んでいるフランチャイズ契約はどうなっているのか、なんていうことも知っておかないといけません。そこで本部ではオーナーさんに本当の意味で寄り添えるオペレーションを育てるためにオペレーション研修に取り組んでいます。映像は大阪地区本部で行われたオペレーション研修の様子です。全国各地区本部のオペレーションが一箇所に集まり、経験豊富な地区本部長クラスが講師となって、オーナーさんと向き合う上で大切なことを学びます。このオペレーション研修について講師の一人にインタビューをしてみました。まあ、今回集まっている皆さんというのは、そのオペレーションですね、まあ、現場でのフランチャイズオーナーに対して、技術指導であったりとか、その現場にサービスがちゃんと行き届いているか、インスペクションというんですけども、品質が適正なものが行われているかというようなチェックであったりとか、であとははたまたこの本部のルールですね、パイオニアさんがユニフォームをきっちりと着用しているか等をこう点検していただくようなメンバーです。今現在その各支店10支店あるんですけども、まあ、各支店でこう各々が活動はしていてくれてるんですが、まあ、各支店のこの横のつながりといいますか、考え方をこう一つに統一するっていうような活動目的でこのミーティングを開催しております。今回に関してはフランチャイズ契約の内容であったりとか、新しいその新商品をみんなでこう持ち寄ってもらって、それのこう競争といいますか、まあ、いい商材はどういうものなのかというのの競争と、であとは、何だったっけな、ちょっと忘れしました、はいはい、やっぱりそのフランチャイズオーナーを支えるという意味では現場で結構やっぱ大変なんですね。まあ、朝早かったりとか、まあ、不定期というか結構その生活リズム不規則なので、やっぱりまあこの社内で見えないところで頑張ってくれてる人たちに、やっぱ早くこうなんて言うでしょう、会社の中心的な人物になってほしいですし、やっぱりその仕事にやりがいを持って取り組んでほしいので、まあ、そのあたりを、僕が過去に学んだ、まあ、経験であったりとか知識っていうのを、まあ、伝えて早くこう成長してほしいなっていうのが僕の願いです。はい、品質管理部出身の地区本部長だけあって熱い思いがあるようですね。このように大吉カバオールでは本部スタッフに対しても積極的に研修などを行い、オーナーさんを強力にサポートできる体制を整えています。この動画を見てええやんと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回は以上となります。それではまたお会いしましょう。ゴリピーでした。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。